この年のクラウンライター・ライオンズでは、1978年のクラウンライター・ライオンズの動向をまとめる。この年のクラウンライター・ライオンズは、根本六尾監督の1年目のシーズンである。このシーズン終了後、ライオンズの経営権が、福岡野球から西部グループに移ったため、クラウンライター・ライオンズとしての最後のシーズンである。また、平和大野球場を本拠地とした最後のシーズンでもある。 監督が鬼頭正和から根本睦夫に変わったが、ドラフト会議で指名した江川るに入団を拒否され、さらに春季キャンプ中に枝隆史コーチが急成と、次から次へと災難が起こる中のシーズン、真弓や木信や立花家といった若手や、中日から移籍したウィリー・デイビスや巨人から移籍の伊原春樹の活躍はあったものの、投手陣が、 AS 東を治む以外は頼りにならなかった。前期は若手の対等もあり、借金3ながら4位と検討。しかし後期に入ると負けが込んで5位に転落。総合成績でも結局1位上がっただけの5位となった。シーズンオフに衝撃的な事件が起きた。10月12日、福岡野球が国土計画に経営権を移管することを発表。 これに伴い球団名が西武ライオンズに変更となり、本拠地も福岡県から埼玉県所沢市に移動、1950年以来29年続いた福岡のライオンズの歴史は幕を下ろした。ライオンズは翌年から西武の沿線である所沢に移転するも、坂井康幸球団代表と根本監督は続投し、新球団での若手育成及びトレードでの 大物獲得に重要な役割を果たしていく。阪急が全校期間全優勝したため、プレーオフは行わずそのまま年間優勝。ありがとうございます。